宮城高齢者の会の本郷浩一さん、お願いいたします。昨年から敬老乗車証制度の負担が増え、外出を控える高齢者が増えています。どうも皆さん、こんばんは。ご苦労様です。私はただいまご紹介をいただきました宮城高齢者の会の本郷と申します。で、私たち高齢者の中にはですね、今から68年前の7月というと何があったか皆さんご存知だと思うんですが、仙台空襲です。この仙台空襲の焼夷弾の雨の中を命からがら逃げ回って助かった世代なんです。私は当時小学校4年生でした。で、この戦火を逃れて生き残った体験を持つ私たち高齢者はですね、戦後の仙台市の復興にもいくらかでもですね、みんな貢献した世代です。この高齢者をですねの命と暮らしを踏みにじるような仙台市政、大変私たち高齢者はいつまでいじめるんだ、こういう思いでいっぱいです。私たちは命と暮らしを何よりも大事にする、平和で安心して暮らせる仙台市政を常に願っております。しかるに岡山市長はこの高齢者いじめの姿勢を取り続け、大震災被災者の医療費、介護料の免除の打ち切り、それから市民への難病見舞い金の廃止、そして敬老乗車証制度の改悪、まさにこの高齢者いじめの岡山市政にはもう我慢できません。これが私たちの偽らざる心情です。昨年、岡山市政による敬老乗車制度の見直しと称する改悪によって、高齢者の足は大幅に奪われ、利用件数と利用金額は改悪前に比べて大きく落ち込んでいます。そして利用者はですね、上限額があるものですから、1円でも安く上げるにはどうしたらいいのか、そのことを考えると全く外出が憂鬱になるというふうにおっしゃっている方もいます。そして涙ぐましい努力をしているんですよ。例えばですね、泉区の方でね、私立病院に通うのに、本当だったらバスと地下鉄と使って私立病院の前まで来れば楽なんですが、なるべくこの経費をですね少なくしようということで、うちから地下鉄の駅まで歩いてきて、そして今度は地下鉄に乗ってもなるべく安く上げようとするので、仙台駅で降りちゃうんだそうです。そして仙台駅から市立病院まで歩くと。ですから天気のいい日はいいんだけれどもね、雨降ったり風降ったりするときついんですよっておっしゃってました。この方をはじめとしてね、私たち高齢者の中ではですね、かなり通院回数を減らしたという方が大勢います。今まで1回行っていたところを1回にする、こういう方も出てまいりました。それから高齢者の生きがいとしてですね、ボランティア活動やなんかに出かけていたんだけれども、もう行けない。それから周辺部のところでは一回地方部に出てくると3000円ぐらいかかっちゃうから、もうほとんど出ないわと、催し物とか買い物なんかもほとんど行かないわということで、まさに高齢者の足をですね奪ってしまっているということが言えます。で、もともとこの敬老乗車証というのは
島の市政の時にですね、高齢者に対する敬老の意を表し、高齢者の社会活動に寄与する、この趣旨のもとに選定された制度ということだったから敬老パスという名前がついたんですよね。ところが今は高齢者に負担を強いるものですから敬老でも何でもなくなっちゃったの、うん、だから敬老パス持ってる方はご覧ください。なんでこれが敬老パスって言えるのと、そういうパスになってしまいました。そしてですね、この奥山市政はですね、敬老乗車層制度を続けたいならば、この負担、1割負担をちゃんと受けなさると、先ほどお話もありましたが、受益と負担ということの中でですね、そういうことを強いて生きているという状況にあります。したがって私たちはですね、この冷たい岡山市政をこれ以上続けさせるわけにいかないという思いでいっぱいです。箱根の公共事業にばらまくお金を市民の口に振り向ける仙台市政にするよう、ぜひともですね、門野市長の誕生のために私たち高齢者も頑張りたいと思います。皆さんご一緒に門野さんの当選のために頑張りましょう。本郷さん、ありがとうございました。本当に高齢者に冷たい姿勢だなとつくづく感じます。